ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、やばいニュースが飛び込んできたわよ。どうしたんだ？少し前にOSO18ってクマがいたの知ってる？ああ、すでに駆除されている大型のクマだよな。そのOSO18が復活したって話を小耳に挟んだのよ。これって本当なの？ああ、確かにその話は本当らしいぜ。それってやばいんじゃないの？確かに危険な状態ではあるな。せっかくだ。OSO18 も含めて、世の中には特殊な個体名を持つ動物がいるんだが、今回はそういった動物について解説していこう。ゆっくりしていってね。1、OSO18。まずは霊夢が先ほど話していた、OSO18 について解説していこう。このクマは全国ニュースでも連日報道されていたからな。おそらく記憶に新しい人も多いだろうぜ。該当地域じゃない私でさえも恐怖を感じていたから、OSO18 が出没していた地域の人たちは、もっと怖かったんじゃないかしら？だろうな。そんな恐怖の特殊個体のクマについて話そう。OSO18 は2019年から2023年にかけて家畜を襲撃していたオスのヒグマだ。オソという名前は発見された場所がオソツベツという名前だったらしく、その頭文字のオソをアルファベットに置き換えて呼称していたみたいだな。なんかスペイン語が由来だったって話を小耳に挟んだことがあるんだけど、そうじゃないのね。実際、スペイン語ではオソはクマという意味を持つ言葉らしいから、勘違いをした人がいるみたいだけど、正しくは地名から名付けられてるぜ。実際、OSO18 はスペインに全く関係ないしな。18の方の由来はどこから来ているの？前足の幅が約18センチだと推定されていたことからそう名付けられたみたいだ。ちなみに、捕獲後に改めて足のサイズを計測したら20センチもあったって話だぜ。通常のヒグマの足のサイズが15センチ以上だとされていることを考えると、足跡だけで大きさを推定していた頃は、恐ろしく凶暴で大型のヒグマを想像していただろう。ゾッとする話ね。さて、そんな最強生物、OSO18 だが、ニュースになるほどの活動をし始めたのは2019年頃からで、2023年6月末までの間に、北海道東部の標茶町と厚岸町一帯で、約5年間で66頭もの家畜を襲撃し続けていたって話だぜ。ここまで長期間にわたり、ハンターたちがOSO18を駆除できなかった一番の理由は、OSO18 が高い学習能力を有していたことと、異様なほどまでに高い警戒心を持っていたこと。主にこの二つの理由によって、駆除されるまでに多くの時間がかかってしまったらしい。確か、OSO18 って呼び方以外にも、二つ名的な呼び方をされていたわよね？ああ、忍者という異名を冠していたぜ。これはOSO18が異様なほど高い警戒心を持っているがゆえにつけられた二つ名だな。OSO18は監視カメラで姿を撮影できた回数が少なく、またハンターが朝夕待ち伏せして駆除しようとしていたにもかかわらず、活動時間は夜間のみだったことなど、普段から人目につかないような行動を心がけていたとされているんだよ。おまけにあまりにも人目を避ける行動が伺えるため、OSO18 は夜間の猟銃発砲が禁止されている、鳥獣保護法があることを知っているかのような行動なのではないかとも噂されていたらしい。熊に法律知識なんてあるわけないでしょうけど、そう思っちゃうほど姿を隠してたってことなのね。そういうことだ。しかも2023年に入って、OSO18 は牛のロースの実を食べるという変色パターンも見せているらしく、また家畜を襲うだけで、ほとんど口につけないというケースもあったらしい。このことから、家畜を襲う行為自体に優越を覚えているのでは？という推測も飛び交っていたんだ。そのうち人間を襲い始める可能性も十分に考えられるじゃない。そうなったら日本三大熊事件の一つ、三毛別ヒグマ事件の再来になっちゃうわよ。もしOSO18が駆除されずに森の中をさまよっていたとしたら、確かにそういった事件に陥っていたかもしれないな。最終的にOSO18が駆除された場所は釧路町仙宝市村という場所で、今まで出没していた標茶町と厚岸町から、約10キロ南に離れた牧草地だったんだが、最終的にOSO18は、人の姿を見ても逃げる素振りを全く見せなかったと言われてるぜ。え、本当に？ああ。人の姿を見ても逃げない個体は、即刻問題個体と判断され、ハンターによって3発の銃弾により駆除されたという話だ。人の姿を見ても逃げる素振りを見せないって、怖すぎるでしょ。駆除されたのは2023年7月30日の午前5時頃だったみたいだが、この時、もし駆除できてなかったら人を襲っていたかもしれないな。余談だが、駆除したハンターは当初、そのクマがOSO18だとは思っていなかったらしい。おかげで剥製にしたいという要望が来る前に、食肉として出荷してしまったそうなんだ。その際、食品工場の人と、OSO18 かもしれないね。
などという冗談を交わしていたそうなんだが、後に DNA 鑑定をしたところ、本当にOSO18だったというオチだぜ。え？っていうことは、あんまり大きくなかったの？いや、体長2メートル10センチ、体重約330キロ。前足の幅が20センチと、とてつもなく大きなヒグマだ。ただハンター自身、OSO18 はもっと大きなクマだと思っていたそうなんだ。恐怖心がかき立てられて、とんでもない化け物を想定してたってことなのね。さて、ここで霊夢が気にしていた話について解説していきたいと思うんだが、いわゆる第二のOSO18の出現について、今北海道で騒がれているんだ。そう、その話よ、実際に現れたんじゃなかったかしら？2024年5月25日付の週刊現代によれば、北海道東部別海町にて、OSO18 の再来を危惧する道民の声が相次いで報告されているそうなんだ。聞くところによると、2024年5月21日、別海町で孔子8頭がヒグマに襲撃される事件があったみたいなんだよな。そして現場に残されていた前足の幅は17センチもあったんだとか、そもそも本来主食は木の実などを食べるヒグマが、なぜ家畜を襲うようになったのかについて数々の議論がなされているが、その中にハンターが撃った鹿が山中に放置されていることが、OSO18 という凶悪な最強生物を生み出したのではないか、と言われてるんだぜ。どういうことなの？簡単な話さ。ハンターが山中に放置した絶命した鹿を、野生のヒグマが食べて肉の味を覚えたってことだ。ヒグマは腐肉でも食べるからな。実際、OSO18 が出没した地域、厚岸町の山中には、100頭分以上の鹿の骨と皮が発見されているそうなんだ。ってことは、今後もヒグマの肉食化が進む可能性があるってことだから、第2、第3のOSO18 が出没する可能性も十二分に考えられるってことにならない？まさにその通りだ。現在第2のOSO18 の存在に危機感を覚えている人がいるのも事実だが、真に心配すべきはOSO18 が続々と出没する可能性についてなんだよ。人間を恐れなくなった動物は、手がつけられないからな。山中に自分が仕留めた動物を放置するのは、絶対にやめてほしいわね。こうして考えてみると、OSO18 は人間のエゴによって生み出された怪物にも見えるぜ。道楽で動物の命をもてあそんではいけないわ。2、ボート&スターボード。次に紹介するのは2頭のシャチ、ボート&スターボードだ。確かにシャチは海洋系の食物連鎖の頂点だって言われてるけれど、人を襲ったことがあるの？水族館などでは人を襲ったという事故はないわけではないが、今回話したい内容ではないな。安心してもらいたいのは、今から紹介するボート&スターボードは、人を襲ったシャチではなく、サメを襲ったことで有名になったシャチなんだよ。サメ？言っちゃなんだけど、シャチがサメを襲うことくらいは私でも知ってるわよ。よくサメをひっくり返して遊ぶこともあるんじゃなかったかしら？それでは解説していこう。2023年2月。南アフリカ、ケープタウンの海岸で事件が起きた。なんと19頭ものエビスザメの死骸が、突如として海岸に打ち上げられていたんだ。そして奇妙なことに、すべてのエビスザメが胸を切り裂かれ、肝臓を食べられていた。エビスザメって種類のサメは初めて聞くし、胸を切り裂かれてたってどういうこと？確かにエビスザメは日本ではあまり聞き馴染みのないレアなサメだな。全長 1.5 メートルから 2.2 メートルほどあり、メスの個体は約3メートルに達する中型のサメだ。比較的おとなしい性格をしているそうだが、鋭い牙を持ち、大きな個体であれば、アザラシやアシカを捕食しているそうだな。そんなエビスザメの胸を的確に切り裂くなんて、随分器用な芸当をするのね。そうなんだ。この2頭のシャチは、まるで外科手術でもするかのように正確にエビスザメの胸を攻撃しているんだ。ボート&スターボードという名前の由来は、ボートが左舷、スターボードが右舷を意味し、二頭のシャチが類い稀なコンビネーションを駆使し、獲物を狩る姿からそう名付けられたらしい。またこの二頭が連携してホホジロザメを襲撃している様子がカメラに収められているんだが、動画を見てみると、あっけなく胸元を傷つけられ、その後、肝臓だけを取り出して食べていたぜ。しかも南アフリカ、ケープタウンの海岸に打ち上げられていたエビスザメは、すべてメスだったらしく、実中ハック、ボート&スターボードたちは、メスのエビスザメを積極的に狙っていたんだろう。シャチの知能の高さが垣間見える話だわ。とはいえ、シャチもエビスザメも共に絶滅危惧種同士の海洋生物だからな。少し複雑な気持ちになるぜ。シャチも絶滅危惧種だったの？もっとたくさんいるかと思ってたわ。余談だが、ボート&スターボードたちの出現により、サメ界隈ではかなり大混乱が招かれていると、専門家は懸念を表しているそうなんだ。場合によっては、ボート&スターボードのたった2頭のシャチにより、
いくつかのサメは、絶滅に追い込まれてしまうのではないか？とも言われているそうなんだよ。そんなに影響力があるの？まあ、海岸に19頭のサメが打ち上げられていたのがいい証拠ではあるかもね。またポート&スターボードたちは常に一緒に行動しているわけではなく、単独で狩りをすることもあるそうだぜ。つまりそれだけ回遊範囲が広くなるわけだから、今後もサメたちは怯えて過ごすことになりそうだぜ。3. ジャンパーワットの人食いトラ。本日3つ目に紹介するテーマは、ジャンパーワットの人食いトラについてだ。トラか。トラの人食い伝説は結構、いろんなドキュメンタリー番組でも見てきたわ。おそらく霊夢が見たというドキュメンタリー番組も、今回私が紹介したいテーマ、ジャンパーワットの人食いトラについて語られていたものなんじゃないかと思うぜ。それだけこの人食いトラは次元が違うからな。私がその番組を見たのも随分前だから、もしかしたらそうかもしれないわね。ジャンパーワットの人食いトラは、19世紀末から20世紀の初めにかけて、インドとネパールの人々を恐怖に陥れた人食いトラのことだ。犯人はたった一頭のベンガルトラだったんだが、このトラによって少なくとも436名の人が命を奪われたと言われているぜ。よ、436人も、そんなに大勢の被害者が出たの？実際の被害者数は500名を超えているとも言われているな。どうしてここまで被害者が増えてしまったのかについてだが、第一にネパールには広大な熱帯雨林と湿地帯が広がっていて、そもそも見つけるのが困難を極めた。またとある地方では、聖なる獣である虎に食われるのは神罰である、という考え方があるらしく、それに伴い虎に襲撃されたことを身内の恥として捉え、周りに人食い虎がいるという噂を流さなかったところもあるそうなんだ。魔女裁判も18世紀後半までやってたって話だし、信仰が土地に住む住民たちの生活に根深く関係しているのは仕方ないんでしょうけど、その情報は即座に伝達してほしかったわね。さて、それほどまでにインド、ネパールの人々を恐怖のどん底に陥れた魔獣、ジャンパーワットの人食いトラが、どんなトラだったのかについてなんだが、その正体は体長 2.5 メートルの手追いのトラだったんだ。手追いのトラ？手追いなのに多くの人の命を奪ったっていうの？むしろ手追いだったからこそ、人が狙われるようになってしまったのさ。どういうことなの？順番に解説していこう。ジャンパーワットの人食いトラは、1900年頃より、ネパールでジャングルに行く人々を次々に襲撃していった。この時、すでに数十名の人々が犠牲になっており、地元の住民たちからは悪魔の所業だと言われていた。しかしある日、命からがら助かった生存者の話により、犯人が一頭のベンガルトラだと判明したんだよ。その後、ハンターを送り込み討伐を期待するも成果は得られず、気がつけばあっという間に、犠牲者は200名にまで上ってしまったらしい。とんでもないスピードで犠牲者が増えてるじゃないの。事態を重く見たネパール政府は軍隊を投入することを決断した。しかしそれでも、人食いトラをネパールから追い出すことしかできなかったそうなんだ。なるほどね、それで人食いトラはインドを目指したってわけね。そういうことだぜ。こうしてインドに逃げ込んだトラは行動がだんだん大胆になっていき、真っ昼間から村を徘徊しては住民を襲撃し始めた。最終的には1907年、ジム・コルベットというイギリス人ハンターにより射殺されたんだが、この時、人食いベンガルトラは体長こそ平均的なメスだったんだが、右側の剣歯が上下2本とも折れていたらしいんだ。そんな状態で、よくそれだけ多くの人を襲うことができたわね。逆だ。逆？剣歯が折れていたことにより、本来狙うはずの野生動物を狩る能力が著しく低下し、狩りの成功率が下がったのではないかと考えられているみたいだぜ。それにより、動きの素早い野生動物ではなく、力の弱い人間を襲うようになり始めた。という仮説が、現在もっぱら信用されている説なんだ。なるほど、そういう理由で人を襲っていたのね。人の味を知ったトラが昼間から徘徊してるんだから、住民からしたらとんでもない悪夢だっただろうぜ。こんな悪夢が二度と現れないことを祈るばかりだぜ。4. 狩り屋。本日四つ目に紹介するテーマは、狩り屋だ。名前だけだと、何の動物か全くわからないわね。ワニの名前だな。それってもしかして、300人以上の犠牲者を出した、あのイリエワニのことじゃ。多分霊夢が言ってるのは、デュスターブと呼ばれるナイルワニの話だな。確かにそれもそれで最強生物に違いはないだろうが、今回紹介するのは別のワニなんだ。カリアは現在ギネス記録に認定されている、まごうことなき世界最大のワニだ。あのデュスターブよりも、デュスターブの場合は全長6メートル前後なのに対し、カリアの方は全長7メートルもあるそうだぜ。そう考えたら一回りもでかいことになるわね。詳しく聞きたいわ。
カリアはインドのビターカニカ国立公園で発見されたイリエワニのことで、体重は約2トンに達すると推定されている。画像などでカリアの姿を見てみると、まずその大きさには圧巻の一言で、静止画のはずなのに、恐怖を覚えるほどだぜ。正直大きすぎるし、体重も重すぎることから、捕獲は非常に困難だとされているみたいだな。まあ、そりゃそうでしょうね。そんなワニが公園に出没って怖すぎるわよ。でも、もし人に危害を加えていたら、そうも言ってられないんじゃないの？そういう意味で言えば、カリアはまだ人に危害を加えたことはないみたいだぜ。というより、普段は目撃例も少なく、カリアに関してわかっていることはむしろ少ないと言われているそうだ。あ、そうなの。イリエワニって言ったら、すっぽくどう猛な印象があるんだけどね。おそらく食事にそれほど困ってないんだろう。プラス、人がそれほど関与してないからだと思うぜ。国立公園とはありのままの自然を保護する目的で作られた公園のことだからな。だから国立公園ならではのルールってのもあるんだ。場所によって違ったりするけど、動植物を取ってはならず、一切も持ち帰ってはいけなかったりする。また基本的に野生動物に餌を与える行為も禁止されているみたいだぜ。もちろん、キャンプなども厳禁だ。本当にありのままの自然を保護しているのね。動物園との大きな違いだな。だからビターカニカ国立公園にもたくさんの動植物がいるから、カリア以外にもたくさんのイリエワニが生息しているんだよ。だからカリアと思われるイリエワニを何度かカメラに収めることにも成功しているが、それでも目撃情報が少なく、普段何をしているのかなどといったことは、あまりわかってないみたいだな。なんだか、ここまで情報が少ないと、知りたくなっちゃうのが人の差がなのかしらね。気持ちはわからないでもないが、下手に人が関与することで、ギュスターブのような人食いワニに変貌を遂げないとも言えない。そっとしておいてあげた方がいいと思うぜ。まあ、そうよね。そっとしておくのが一番なのよね。今後もカリアの生態は研究され続けるだろうしな。気長に待ってればいいじゃないか。そうするわ。5. ブルーノ。それじゃあ次は、現在も逃亡中の大型チンパンジー、ブルーノについて解説していこう。聞いたことあるわ。確かにクメない過去を持っているんじゃなかったかしら？確かにブルーノは母親を密漁者によって射殺されており、その後、人間に保護されたという過去を持っているぜ。ちなみにこの人間に保護されたという過去こそが、ブルーノにとある感情を抱かせたことになる。どういうこと？ブルーノは体長180センチ、体重90キロ超えもあり、一般的なチンパンジーの大きさが85センチほど、大きくても150センチ、体重60キロほどであることからもわかる通り、二回り以上大きい個体だったんだ。名前の由来は当時、マイク・タイソンと戦ったイギリスのヘビー級ボクサー、フランク・ブルーノにちなみ、元気に育ってほしいとの思いからそう名付けられたみたいだが、ブルーノの名前に恐ろしくふさわしいほどの、たくましい成長を遂げたってわけだな。名は体を表すって、本当だったのね。加えてブルーノには突出した二つの能力を有していたとされているんだよ。二つの能力？って何？一つは驚異的なリーダーシップ。もう一つは高い知能を持ち合わせていた。ブルーノは最初、とある夫婦によって育てられていたんだが、すぐに大きくなって一般家庭では世話することができなくなってしまった。そこでブルーノが生息していた国、シエラレオネ共和国内に設営された保護地、タキュガマ保護区で、他のチンパンジーと共に生活することを余儀なくさせられたんだ。でもこれはこれで良かったんじゃないの？一般家庭ではお世話しきれないのも頷けるもの。ただしブルーノは檻の中に入れられることを極端に拒んでおり、そういう環境を強いてくる、シエラレオネ共和国の人々を憎んでいたとされてるぜ。あまりにも耐え難かったのか、保護区に来た観光客相手に、石や自分の糞を投げていたなんて話もあるそうだ。動物園でもたまに見るやつね。そして恐ろしいことにブルーノは、黒人と白人の区別がついていたみたいでな。白人に対しては敵対行動を起こさなかったようなんだ。これは後の事件にもつながるんだが、ブルーノは保護区の中ですぐにボスザルとなり、電気柵までつけられた20の柵を正面から突破して、30頭ほどの部下を引き連れて脱走したんだ。これが2006年の話。そして同年4月、事件が起きた。ごくり。ブルーノ一行はタキュガマ保護区から約3キロほど離れた場所で、1台のタクシーを襲撃した。この時、タクシーにはアメリカ人客が3名と、案内役のシエラレオネ人とシエラレオネ人の運転手の、合計5名が乗り合わせていたんだが、運転手は最初に丸買いされてしまい、案内役の人も指を欠損する重傷を負った。対してアメリカ人客は軽傷で済んだという話がある。このことからもブルーノは意図的に黒人を狙っていたと思われ、現在も逃亡中なんだ。
またよ、人間のエゴが生み出した最強生物だわ。もし密漁者がブルーノの母親を射殺していなければ、ここまでの憎しみは持たなかったかもしれない。また一般家庭で育てられた過去を持たなければ、人間を弱い生き物と識別することもなかったかもな。すべてはタラレバの話ではあるんだが、ブルーノは今も部下を引き連れて逃亡中だからな。今後も人間を襲う可能性があるってことよね。人間が原因で生まれた問題なら、責任を持って解決しないとな。6. ホグジラ。さて本日最後に紹介するテーマは、ホグジラと呼ばれるイノブタについてだぜ。イノブタ、豚にも名前が付けられてるの？豚と言ってもただの豚じゃないぜ。何しろホグジラという名前の由来は、英語で豚を意味するホッグと、あの怪獣ゴジラをつなぎ合わせたことから、ホグジラと呼ばれているそうなんだ。待って、ってことは大きいの？めちゃくちゃでかいぜ。平均的なイノブタの大きさが体長110センチから170センチだとされているのに対して、ホグジラは体長約 3.7 メートル、体重500キロ、牙の長さが23センチもあったとされてるぜ。でかすぎるでしょ、あれみたいじゃないの。もののけ姫に出てくるおっこと主みたいじゃない。まさにリアルおっこと主と言っても過言ではないだろうな。信じられない大きさなんだが、写真も残っているそうだ。この写真は2004年6月17日に、アメリカ、ジョージア州南部のリバーオーク農園の狩猟ガイド、クリス・グリフィン氏が射殺した時に撮影された写真なんだが、あまりの大きさに人々は合成写真なんじゃないかという疑いの目を向けていたらしい。そこで同年11月20日に、ナショナルジオグラフィックチャンネルが、ホグジラの遺体を掘り返して再調査した結果、体長は 2.5 メートル以下で、牙は10センチ以上だということが判明したんだよ。ってことは、クリスさんは話を持ってたってことなの？いや、未だにクリス氏は自身が測定した時には体長が3メートル以上だったと言っているみたいだな。ただ仮に体長が 2.5 メートル程度だったとしても、通常の個体より大きいことは間違いない。もし本当に3メートル以上だったんだとしたら、今度は現代の技術でしっかり撮影してほしいわね。見たくてしょうがないわ。確かに事実ならぜひ写真でもいいから拝みたいもんだぜ。リアルに見られるもんならなおのことだ。クリス氏がホグジラを射殺した時の状況なんだが、農園内で漁をした帰りに、突如巨大な生物に襲われたと言っているそうなんだ。体長3メートル以上の動物が突然、よく生きていたわね。正直、体重が500キロも超えるイノブタ相手によくぞ戦ったというところだな。もしかしたら無我夢中で乱射した弾丸が、ホグジラを絶命させたのかもしれないが、少なくとも生きた心地はしなかっただろうぜ。こういう話も、実はクリスさんがホグジラの大きさを誇張しているって言われてる要因の一つなの？かもしれないな。ただ通常個体のイノブタであっても、突然襲われたら足がすくんじまうよ。クリスさん、勇敢だったのね。本当にな、さすがの一言だぜ。というわけで今回は、特殊な個体名を持つ最強生物6選について解説したが、どうだった？いやー、今回もなかなか迫力満点の話ばかりだったわね。どの生物も、人間の思い込みや関わり方でこうも違う存在になるなんて。そうだな。自然界の生き物は、思っている以上に賢く、時に恐ろしくもなる。でも、それもまた彼らが生き残るための知恵ってことだよな。だからこそ、私たちも自然とどう向き合うかをもっと考えなきゃいけないってことね。その通りだ。視聴者のみんなも今回の話を通じて、自然の大切さと、その恐ろしさを改めて感じ取ってもらえたら嬉しいぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。